皆さんこんにちは。 NPB 考察委員会です。現在野球界を騒がせている人的保障問題、福岡ソフトバンクホークスが指名された選手を裏で変更を打診したというこの問題はルール的にどうなのかと賛否両論が巻き起こっています。今回の件で様々な問題が浮かび上がった。人的保障廃止すべきという声すら上がっていますが、果たして人的保障は必要なのでしょうか。そして欠陥や改善点などは、今回はそんな人的保障について考察解説していきたいと思います。西武からソフトバンクに FA で移った山川穂高選手の人的保障をめぐり勃発した人的保障問題、両球団は1月11日の夕刻に海野博選手が移籍することを公表しましたが、同日付の一部スポーツ紙が西武は和田剛選手を指名する方針を固めたと報道したことを受け、大きな波紋を呼んでいます。西武から人的保障として指名されたことを聞かされた和田選手は引退しますと告げたと報じられており、球界関係者曰く西武は9日の段階でソフトバンクに人的保障として和田を選んだ旨を伝えています。ですがそれはソフトバンクにとっては想定外だった。西武は先発投手陣が充実していますし、和田は今年43歳となり推定年俸も2億円と高額、指名されることはないだろうと踏んでプロテクトしなかった。それがまさかの事態となって、翌10日に三笠杉彦 GM が和田選手が自主トレを行っている長崎を訪れ直接会って事情を説明したものの、ソフトバンクに強い愛着を持つ和田は他球団でプレーすることはどうしても承服できず、ユニフォームを脱ぐ選択を口にしたそうですとコメント。結果的に和田選手ではなく海野選手が選ばれることとなりました。しかし和田選手はもともとプロテクトから外れていたため、西武がただ指名しただけで、しかも海野選手はもともとプロテクトされていた選手という話もあり、プロテクトの意味とはと問題に、ルール違反なのではということで大きな騒ぎとなっています。まず人的保障のルールについて簡単におさらいしましょう。人的保障とは FA 宣言し移籍した選手の旧所属チームでの年俸順により、移籍先の球団は金銭もしくは金銭プラス人的保障をする義務を指します。その選択権は旧球団にあり、金銭をもらうのか代わりに選手をもらうのか決断します。ただし移籍先は規定に従って28名の選手はプロテクトすることができます。 FA で選手を取って簡単にスター選手を抜かれたら意味ないですし、移籍の活性化にもつながりませんからね。このプロテクトリストから外れている選手を旧球団は自由に指名できる制度というわけになります。今回の件は山川選手が西武からソフトバンクに移籍し、山川選手は A ランクの選手、つまり年俸が高い選手だったので、金銭のみか金銭プラス人的保障を西武側は要求できました。そしてソフトバンクは西武に28名のプロテクトリストを提出、西武はそのリストを確認しプロテクトから外れていた和田剛選手の獲得に動きました。ここまでは両球団ともにルールとして何も問題ありません。あとは和田選手が西武に移籍すれば人的保障の問題は起きませんでした。しかし報道をそのまま信じるなら、和田選手が移籍を拒否、球団側が反発を懸念して拒否したという説もある。そして裏で西武とソフトバンクが交渉し、結果指名選手を変更して海野選手を選んだとなっています。ここで問題なのは、和田選手はソフトバンクが西武の要求を一度拒否したことです。西武はあくまでプロテクトから外れた選手を指名したに過ぎず、本来ならそのまま和田選手を西武に移籍させなければなりません。一応選手が移籍を拒否することもできはしますが、その場合拒否した選手は資格停止選手として処分され、解除されるまで一切の試合出場が禁止されます。そしてホークスはプロテクトから和田選手を外していたにもかかわらず、いざ指名されると待ってほしい、変更してほしいと西武に要求。これが一番の問題で、指名されて待ったをかけるのならなぜプロテクトしなかったのか、これではプロテクトリストの意味がないという話になるのです。こういった事例が起きてしまうと、今後人的保障でごねれば選手を変更できるということになりかねず、人的保障を求める球団が一方的に不利になります。そもそも人的保障とは主力級の選手が抜ける代わりに戦力を少しでも整える、穴埋めするという意味も込めて行われる制度です。要は戦力の均等化を目指すための制度なのですが、これでは存在意義そのものが意味をなさないこととなります。また今回は交渉の末に西武は海野選手を獲得できましたが、もし交渉がなければルール上西武側は選手指名ができず金銭のみの要求となっています。ただそんなことが発覚すれば、和田選手はおそらく引退、資格停止処分、西武は主力をただ損失、ソフトバンクは今まで以上に大炎上という形となっていたでしょう。ソフトバンク側の一方的な要求を西武が譲歩して今回の件は終わったわけです。もっとも海野選手はもともとプロテクトされていたなんて話も出ているので、どのみちプロテクトとはという話になっていますし、どう転んでもルール違反、もう西武の要求を拒否した時点でどのみち問題になっていたわけです。混乱の責任は西武には全くなく、ソフトバンク側の認識が甘かったことにあると言わざるを得ません。西武からすればライバル球団の左のエースを引き抜いて自軍の戦力アップにつなげられるだけでなく、プロ22年目を迎える大ベテランの経験を若い投手陣に還元できるとなれば、西武側が和田選手を指名するのは当然と言え
えるでしょう。また西武だけでなく和田選手自身も軽んじた評価を下されていたとしてモチベーションにも影響しますし、今回のソフトバンクのやり方はどう考えても悪手と言えるでしょう。このように大問題となっている人的保障、一部ではこの制度をなくした方がいいなんて声も上がっています。しかしこの人的保障のおかげで長年活躍できた選手がいるのも事実です。現在中日のバッテリーコーチを務める小田康平さんは、人的保障によって野球人生がいい意味で変わった選手でもあります。2005年オフに巨人に FA 移籍した野口茂樹選手の人的保障として中日に入団。当時の落合博満監督は人選は即決だったと明かした上で、まさか小田が外れているとは思わなかった、大儲けと言っていいんじゃないかと珍しく饒舌に喜んでいました。このシステムが始まってから小田さんは4人目の移籍でしたが、野手第1号でもありました。以降下位の選手で36人目、14年に引退するまで9シーズンの在籍期間は元最長記録でもありました。現在は赤松雅人選手、阪神、広島、08、19年の12シーズン、市岡隆二選手、巨人、広島、14、23年の10シーズンに抜かれましたが、新天地で重宝され愛されたのは間違いないです。自分が保証選手となる予感はありましたよ。ただあの年05年オフの巨人は西武からも豊田清さんを獲得していたので、どちらかわからなかった。そんな中で頼む、中日来い、俺を選べって念じていたんですよ。それが通じたような形になったのでものすごく嬉しかった。ちなみに中日を熱望していた理由は谷繁元信さんがいたからですとのこと。絶対の正捕手が君臨していた一方で2番手捕手は手薄だった中日自身が思い描き、落合監督が望んだ通り小田さんは理想的な2番手捕手となって谷繁選手とチームを支えました。在籍9年で出場285試合78安打29打点1本塁打、数字をはるかに上回る存在感が確かにあり、ベンチからすれば谷繁選手に万が一の事態が起こった時も安心して守りを任せられる捕手としての力量、とりわけ最年長の山本昌選手とは相性が良く専属捕手としてリードするなど活躍。他にも戦術した赤松選手や市岡選手、ヤクルトに移籍した奥村選手、2024年から楽天コーチも移籍してチームに愛され長いシーズンを過ごした選手です。このように人生を変える選手がいるのも事実です。選手の救済面で見てもなくすべき制度ではないと思います。また人的保障をなくすと現在の NPB では金満球団が大いに有利となります。一方的に戦力を FA で取られるからです。そして主力が抜けたチームはそのまま補強もできず弱くなる。そうするとプロ野球全体の人気もマネーゲームとして人気がなくなりますし、ファンからすれば面白みにも欠けます。人的保障には保障なりのメリット、そして救われる選手が多いのです。逆に今回の和田選手のようなベテラン選手が選ばれても若手の意識改革に奔走してくれるとして球団の底上げにつなげてくれており、横浜に移籍した工藤公康選手、巨人から広島に行った長野選手に、同じく巨人から西武に行った宇津美選手などベテランながらチームを底上げしてくれた選手もいます。そういった背景もあって一概に辞めるというのは難しいでしょう。でもここまで問題になってしまった理由ももちろん存在します。まず現行の人的保障は球団同士でリストを交換しやり取りをするルールとなっています。つまりリストの中身もそれに対する交渉や質問も両球団しか分かりません。間に NPB が入っていないのです。つまり言い方は悪いのですが不正しようと思えばできたりします。過去には日本ハムと中日の間で岩瀬選手をめぐって同様のことが起きており、日本ハムは金銭保障を選ばざるを得なくなったことがありました。諸説あり真偽不明、あくまで球団同士のやり取りになるため何か問題があっても NPB の介入が遅くなり調査なども込みで判断や裁定が遅れる可能性があります。また今の人的保障は選択した選手が移籍を拒んで移籍しないとなれば、その選手を指名した球団は選手の指名をし直せず金銭保障にのみなるというルールがあります。指名拒否した選手が処分を受けるとはいえ、指名した側のチームは何一つメリットがないわけです。この関係する球団同士でしかやり取りしない、移籍を拒まれたら金銭のみになるというルールが今回こういった問題を引き起こしたといえます。また人的保障という名前も問題と指定されており、人的保障は選手の戦力外というわけではなく相手チームからぜひ欲しいという割とポジティブな部分もあります。トレード同様どうしてもマイナスなイメージが先行するためこの名前も変えるべきではないかと言われています。まあこの名称については置いておいて、先に述べた2つの問題点を今回を機に改善した方が良いと思います。1つ目の球団同士でしかやり取りしていない部分は NPB が間に介入することで改善するでしょう。プロテクトリストを NPB に一度預け NPB 側が確認し本当に問題ないか変更できない旨をきちんと伝える、それで OK が出れば相手にそのリストを渡す、そして相手は指名選手を NPB に伝え NPB が了承し指名された選手を交換球団に伝える、こうしたシステムを構築することで指名変更といった点をなくせると思います。そして指名された選手が拒否した場合資格停止処分を下し再度相手球団は指名し直すように
ようにすれば FA で出ていかれた球団はデメリットを被らず済みます。こうしたルール変更が必要となるでしょう。解説者の江川卓氏も同様のことを話しており、決めたら動かさない、何か起きたらこうすると決めておく、システムの整備をしておいた方がいいと提言。他の野球関係者やファンも同様の意見を話しています。今回ここまで大きな騒動となっている以上、 NPB 側も動かざるを得ないでしょうし、何かしらのルール変更は行われると思います。選手を守るという意味でも第三者の介入は必要ですし、今回ソフトバンク側は何一つコメントを出していないことで、和田選手が叩かれる事態になっていることからも変更は必須、目をそらさずオーナー会議などで話し合ってほしいですね。一方でプロテクトリストが28名というのはいくらなんでも少なすぎる、厳しいという声も出ています。この人数は一軍登録できる人数なのですが、チームによっては多くの選手をうまくやりくりしているチームもあるため、少し人数を増やす、まあ30名はプロテクトするといった人数変更も今後話の中で出てくるかもしれません。個人的には他球団の主力を獲得した以上、それなりの戦力が移籍せざるを得ないというのは仕方ない気もしますが、このあたりも議論になりそうですね。今後のためにもいろいろと変更されることが多そうな人的保障、果たして本当に変更されるのか、今後の動向に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。